はいどうも、妖怪三国志クイトリオズ今回もやっていきます。イエーイ。今回はねちょっと歯茎さんの話をねしたいなと思います。やった、シルバー玉璽ゲット。はい、ということでね、今日は歯茎さんです。で、あとその前に一言言いたいです。京都イベントね、やっぱり、まあ、対戦もあるからちょっとあまり見せられないんだが、まあ、やっぱりね京都イベントってお祭りだからみんなねそのね自分のペースで頑張っていいよって言っててもねやっぱりねその自分の力を目いっぱい出してくれてね、やっぱそんなイベントだからこそねちょっとねプリズンブレイカーっていうかこのね配布妖怪だからしょうがないっちゃしょうがないんだけどね、もうちょっとねこのみんながパワーを使うイベントもねなんか今後よく使う、まあちょっとね不気味はあんまいないからね、不気味不足の人たちにとってまあ私もそうですけどいいんですけど、もうちょっとね配布妖怪ねお祭りにふさわしい妖怪をねちょっと選んで欲しいなって思うね。例えばハロウィン冬にゃんとかだったら超いいけどねまあそうはいかないんだろうけど、はい、まあ、ハロウィンコマさんでもよかったかなと思うんだけどね。まあ同じのじゃなくてまあそれに匹敵するやつとかでもよかったと思うんですけど、はい、まあちょっとそんなこと言いつつね、やっぱり京都ね、まじまち、まあちょっと A クラスには入れなかったけどね、無事1戦目皆さんのおかげでね勝利することができまして、でも本当になんかねもうこれがねもう超大好き妖怪とかね超惚れ惚れ妖怪とかだったらあれなんだけどね、という感じかな。はい、ということでちょっとごめんなさい、愚痴を言っちゃいつつ修練、まあこういうのもね作ってくれて上の方たち本当にねいろいろやってくれててね、その中で私ね歯茎さんってどういう意図でこんな風にしたのかなっていうのをちょろっと思ったんだよね。ちょっとそんな話をしたいなと思います。もう昨今やっぱりこの年末年始でねみんなリセマラやらなんやらかんやらみんなねあの上の方も宝珠いろいろサービスしていただいたりやらでみんな超強くなりましたよね。確実に最高戦力だけっていうのであったらねもう自分なんか結構抜かされちゃってんじゃないかななんて思っちゃって、ただ気になるのがやっぱ課金が最近ねこういうなんかこう育成パックものが目立つようになってきて、なんかねゲームってこういうもんなのなんて思っちゃうところもあるんだけど、ただねそれに引き換えこの歯茎さんなんということよということで、まあ私まだね、あとここにねボタン作ってくれたよね、そうこういろいろ気が利いてくれてるんだけどまだ私2周目なんだよねで予想通りねノーマルのこの証がねたまんなくて、まあ他にもねニョロロンで勝つとかねこの辺も苦労して、さらにね噂に聞くと3周目もう早い人5周目4周目なのかなとも思うんだけど、まあさらにねどんどんこの難易度が上がっていくということで、まあねいやこれ絶望的じゃねえかっていうところなんだけど、まあでもねあのペコッパ風に言えばそんなミッションがあってもいいって私はね個人的に絶望だけどね、あ絶望があってもいいってなんかね思っちゃうね。そうなんかこう時間がね作れるミッションもう悪くないっていう感じがあるんだけど、そうだからこの昨今このお金でこうまあ強くねすることもできる、あの一気にね調整で強くできる中でそしてね今後歯茎さんいないな、歯茎さんがハグキさん、あれ単独ハグキさん、あそういたいたいた、ハグキさん私まだ一突なんだけどね、
まあちょっと小生はかなり強いんだよね。でこの葉月さんもまあ勲功アップとかね、閻魔開魔アップってことで、まあ国取りで閻魔防衛とかをぶっ飛ばせっていうことなのか分かんないんだけど、うん、まあ今後閻魔イベントとかもなんかまた来そうだなっていう感じがあるんでね。うん、この葉月さんはそんなに個人的にはただ力がもうめっちゃ強いよね。特化してる、なんかこの前のメデューサみたいな感じで、あ、これ群馬市にセットしてるからもそうなんだけど、まあまあそれでも1100とかだからね、うん、かなり力は特化してる群馬神ではある、あ、群馬神ね、妖怪ではあるんだけど、ちょっとこれ外すか。うん、それでもやっぱ力かなり、まあ遅いのが非常に残念なんだけど、力特化してて、で非常にね、うん、悪くないなというところなんだけど、そうだ、あ、そうだそうだ、思い出した。で葉月さん今後育成するにあたってね、まあやっぱりみんなね、この皆さん言ってんだよね、この古の果実がとんでもねえぞと。で今後もね、なんだ、潜在能力とか見ると、もうとんでもねえ、なんかね、今さあ、なんか昔のあのすき焼きなんとかしてくださいよって言ってるところで、なんとかしますって言ってる中でさらにねかぶせてきたっていうね。あれ、なんかねえ、で今すき焼き緩、ね、緩和してるのしようとしてるのに、それに逆行してるんだけど、それはなんかこういうゲームだからね、なんかそれはあってもいいなんて思っちゃったり、なんかしちゃうんだけど、なんて言うんだろうな、うん、まあなんかこういうこの手軽じゃなささっていうね、それ私ね結構気に入ってる。まあ全然2周目でね絶望的なんだけど、結構ね気に入ってるというかね。なのでなんかね、それがねちょっと気に入ってんだよね。小生になると、これ小生いいんだよね。これもういつの残機章白機っていうんだね、小生白機って言わないんだね。うん、でほんと絶望的なんだけど、これにたどり着いた人にとってはいいよね。じわじわダメージ打ち消しで、これまあちょっとレベル5だからあれだけど、力かなり特化して強いんだよね。で潜在能力もまあまあさっきのあのノーマル白機さんとに、まあ、割と取り付け回避か、ちょっとぶつかりダウンが本当は欲しいよなっていうところはあるんだけど、ぶつかりダウンないよなうん、ペニャペニャじゃねえかよってことで、防衛には使えないかもしれないけど、攻撃にはどうなんでしょうねっていう感じはあるんだけど、まあでもなんか凄まじい閻魔開魔キラーということで、うん、まあまあそれもあるし、まあちょっとこんなね、あの上の方も悩んだと思うんですけど、こんなちょっとね、あのこんな とてつもないめんどくせえイベントもね、私ねありかなと思います。ただね、ちょっと一言言いたいのは、今ってキャンペーンで高難度チャレンジとかがね、今倍アイテムもらえるんだよね。でその前は半額だったのよ。ということで葉月さんが現れてからね、高難度チャレンジが美味しいのよ。葉月さんに取りかかれないんでね、私ずっとどっちかというとね、気力をね、あのなので、ちょっとそこがね、タイミングはちょっとあれだよって思うんだけど、ただこれね、よくぞねハードモードプラス入れてくれたなとは私は思います、個人的に。うん、なのでちょっともう絶望的なね、あのこれちょっと初勝敗まだ倒してないのか、クリアしてないね。うん、なんですけど、まあちょっと私個人的にはね、こんなミッションもあっていいと思ってます。ただちょっとな、この前今後の七将武将妖怪の他のね、6人もそうだけど、ちょっとあまりにも M 系が強すぎて、ちょっとあまりにもこれついていけない、私ですらついていけないんだからライトユーザー筆頭の私ですらついていけないので、ちょっとこの辺他のみんなはどうなのかなっていうところが気になるところですね。うーん、なのでまあちょっとね、これちょっとあんま編成考えないでやってたな。
うん、なのでなんかねちょっと面白いなっていうか、うん、いやなんか一部ではそうやべえこんな弱いほど言っちゃった。一部ではねそうすき焼きなくしますって言ってるのにこれでド M なド M というかもうすごいね。あやべえ負けそう。それがすごいなっていう感じは、負けちゃった。はい、なんでやってたら3回負けちゃったよということで、いまだに勝敗クリアしてないんだけどね。これどうなんだろう、小説家公演いないと勝てないのかな。なんかちょっとね、そう頭を使わなきゃいけないんだよね。そう、それがね、まあ、できてないんだよね。うん、だからその辺もね、あのここで鍛えろとね、あの上の方が言ってるのだと思います。だからね、まあ一応みんなそう効率のいい集会とかって思うんだけど、まあ自分でねこう考えろと。うん、で、あ、うすら影不思議だったらこのポカポカ豪傑突破のところとかでやると回りやすいなとかね、ここだったら群馬神いなくても倒せるなとかね、もうそういうの、あの人から一番最短を聞いてプレイするってなんかね、最近のあのサッカー少年とかもそうなんだけど、まあ知識があってもね、あれそう、なんか自分でこういろいろ考えてやんないと結局、まあ私なんかね一番そういうタイプではあるんだけど考えないでね、いつも私の拙いプレイでねいろいろアドバイスしてくれるのを聞いて、ああそうなんだってちょっとね思っちゃう。そう、最初でね理解するってよりは、まあなんかこう本当にね、まあとりあえずやってみるって系なんだよね。だからなんかね、最初からそのあれが汲み取れてないっていうことが非常に多いんだけど、まあまあでもちょっと今回ね、そのまあちょっと3回っていうのがねきついけど、やっぱりそれなりにこう適当じゃなくてね、こういうやつにはこれがいいとかね、いやでも今後そのね、あの防衛、自分の防衛とね模擬でやれるようになるっていうけど、これもまあ模擬みたいなもんだからね、うん、まあそういうのをね機会与えてくれたっていうふうにも捉えてもいいかなと思うし、まあそのやっぱここで言うと不思議だけで倒せないわけさ。で、小生過去演あったら、ぴゃぴゃっていう感じもあるんだけど、まあ、小生過去演ないんでね。だからまあ、小生孔明でぶっ放すかっていうことだけじゃなくてね、なんか、うまいことやれば倒せんじゃないかっていうのをね、こう、ちゃんと考えた方がいい時期に来てるのかもしれないよね、このゲームをね。今、非常にいろんな妖怪が出てきて、複雑になってるところでね。なんかパワーだけでね、とにかくご利用しだけじゃなくてね、みんなもう一度立ち止まって考えようっていう、そういうそういうことなのかなっていう、ちょっとね運営の方のメッセージにもねちょっと捉えられるし、やっぱこうこのポカポカだけでクリアってね、やっぱりねなかなかできないことだから、うん、ただやっぱりこの一つだけ言うのが、やっぱりこの小生のこれこの素材、いにしえの果実、うん、これはね究極にないので、あそうだ、この小生のこっちのあれでも思ったんだけど、もうえげつないよね、この25個20個って、その今何すき焼き緩和しましたってあの気持ちどこ行ったのっていうぐらい、このもうめっちゃ半端ないね、このすごいのがあるんで、うん、まあ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 、なんかね、そう、なんかね、なんか、うん、なんか不思議な気分なんだよね、なんかすき焼き、あれにしますよって言ってんのに、なんかこう、歯茎さんはすごい、言ってて、この人たち何考えてんのって思っちゃうんだけど、そうそうそう、だけどまあ、うん、まあちょっと皆さんにね、いや簡単にはゲットさせないよっていうイベントがねあるのもいいっていう感じでね、なんかそんなどんな思いだったかわかんないけど、まあこの腐
ソ大変なイベントをね、まあちょっとね、こう高難度チャレンジのね場合が終わったらもうちょっと楽しくねやりたいなと思うんだけど、そこで多分次の七将が来ちゃうんでね、来ちゃうかもし来ちゃう可能性が高いんでね、いやー複雑だな気分はっていうところで、なんかちょっと取りまとめがなくなってきちゃったんだけど、そう、うん、だからやっぱねちょっと今こうゴリゴリでね強くなってきてると思うんだけど、まあちょっとねこう自分の頭で考えて工夫してやっていこうぜっていうね、なんかそんな感じ、そんなタイミングなんじゃないのってちょろっと思いました。ちょっと勝敗ねかっこ悪いな、これ倒して終わろうと思ったのに、ちょっとねやっぱり頭使わないとダメだね、脳みそ使わないで調整かっこいいんでガガンってやりたい気分なんだけど持ってねえからな。ということでハードミッションね、一応とりあえず特徴限界突破の章、筆長限界突破の章もゲットしましたね。これはなんかすごいいいもんなんだろうね。はい、ということでなんか非常になんか変な話だったんですけど、ハグキさんね、皆さん自分のね頭をフル回転してね、このゲームのねいろんな能力をね組み合わせとかねうまく考えてクリアしてほしいなと思ってます。筆長限界突破の章ってどういうものなんだろうな。これで例えば小生ジバニャン劉備でやるともうこれも一発でいけるんだね。9突でも一発でいけると、何突でもいけるのかな。5突の人が使っても一発でいけると、どんな時も一発でいけるんだねっていう感じの超限界突破の書もゲットできますしね。なんか長くなっちゃったけど、そう他のね多分6章はねなんかこんな歯茎さんほどじゃない気がするんだよね。まあちょっとハイスコアチャレンジとかねあれも含まれてたので、ハイスコアチャレンジね歯茎さんみたいにずっと出てるわけじゃないから、だからまあこれはこれでねこの末永くみんなで楽しもうぜ枠になってきちゃって、多分私はね結局は強い妖怪がどんどん出てきてパワーでなんか結局高難度チャレンジのようにゴリ押しで倒してるかもしれないんですけど、まあね一応みんな自分の持ってる戦力をねうまく組み合わせてねなんとかクリアできるように、ミッションもクリアできるように頑張っていきましょう。で一応話の途中になっちゃってね、できたらこのこの黄色のね火曜日じゃない日のねこの超レアはで今後も必要になってくるので、なるべくこいつはね周回した方がいいかなという感じですかね。はい、というわけでねまあ今回ね歯茎さん絶望ということです。絶望があってもいいっていうなんかねなんでちょっとただ妖怪プニプニも結構割と最近難しいのをぶっこんでくるようになってきたけどね、まあいろいろあった方がね楽しいと思うので、なんかちょっとね最後まとまりがなくなってきましたが、今回はこんな話にしたいと思います。はい、じゃあ皆さんね歯茎さんどんな感じですかね。ゲットできた方、これからね3周目4周目回ってる方もねいろいろ頑張っていきましょう。とにかくね西へのこの火がね足りなくなるんで、皆さんね気をつけて周回しましょう。はい、じゃあ今回こんな感じします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね京都イベントね頑張っていきましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。